今回は日本のエネルギー政策の現状について聞いていきたいと思います、はいね、あまり知られてないかもしれないんですが日本にこうエネルギー基本法というのがあるんです、ね、で今第6次のエネルギー基本計画というのが、えー、動いておりましてそれがこれですで重要なって2050年カーボンニュートラルということなんでしょうか、うん、まあとにかく co 2大気中 増やさないようにしようっていうのはもう特に先進国では、えー、そうしてないっておかしいよねっていうようなところになっている中であの当時の菅首相が、えー、2050年に カーボンニュートラルにするって言ってその後できたのが第六次エネルギー基本計画ということで、うん、まあこれは一つの大きな転換ですねはい、はいはい、注目されるのってやっぱりあの原発もあってこの電源構成というのなんですよね、うん、どうして電気に、まあ、わ私がこの専門家として注目するかというと電気は再エネが安くなっているんですよ、はい、もう外国、まあ、日本でもそうですけど、うん、も どん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 入れていけるレベルのコストに下がっているし、それがもうできるようになっている。自然エネルギーに関しては、もう随分導入が進んできて、グリーンが50%ぐらいの国、現時点で、はい、っていうところが結構あるので、まあそういう意味で、これはなんかどちらかというと、国のやる気の問題。まあいろんなやり方があるんですけど、はい、まあ一つ、 えー、有望視されているのが、えー、水素。自然エネルギーが、あの、どんどん増えると、あの、やっぱりちょっと、あの、受給バランスで余る自然エネルギーって絶対出てくるんですね。あの、たくさん入れると余るのが出てくる。それで作るグリーン水素っていうのが、まあ一番安いし、国産だし、 あのやっぱりこう水素とかって、えー、輸送とか貯蔵にお金かかっちゃうのでそういう意味では自然エネルギーをバンバン入れていってそこからあふれ出る、えー、自然エネルギーで水素も作っちゃおうそうするとグリーン水素国産だっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。このののかから38といううは果たしして達成でできるのでしょうか といいいう、えー、話を伺いたいですそ,そもそもこの36から38っていうのをどうお考えですか,か海外と比べるとこういうことになるんですが。そうですね、同じ島国でいうと、はい、イギリスなんかは、えー、風力がものすごく、えーうん、多いですし。うん 太陽光も最近増えてきてきる、まあ、バイオマスもちょっとこれはいろいろ課題はあるんですが、まあ、バイオマスもあるということですし、まあ、アイランド規模は小さいんですがあの風力がものすごい占めているとでしかも完全島国なので、はい、ここは結構その自然エネルギーをどう えー、比率を高めて電力システムを安定化させるか先進国ですね。な、まあ、なんで目標ははすすごく私たちは低いいと思ってま何が重要なのかって言ったらそれだけ気候変動の深刻な影響がすでに出てるって,皆さんえだって、ね、夏暑かったですよねこれ私たちエアコンのある人たちはいいですけどエアコンを買えない人どうなんですかと。 えっとそれで言ったらインドの人たちはどうなんですかとエアコンを変える人は人口の何パーセントなんですかっていう話であの私前いた国際機関で働いてたんですけどその時にインドのオフィスの人と話してたらやはりあのまあ今年も何百人単位ででで暑さで死んんだよよよ当たり前のううに言うんですよそういうことが起きているっていうことを何とかしなくてはいけないっていう地球全体でのもう。 そういうい議題なんですよねだから、えー、本気で変えなきゃいけないと、うん、i a の、えー、レポートでは2028年かな、うんえー、中国の、えー、自然エネルギー比率は5割を超えるという予測です、えーまあそうなった時に,いに、ね、いや2030年前ですからねさっき2030年日本の自然エネルギー比率、うん、36から38ですよね。これはもう 中国この2年前に5割超えちゃうと、はいうん、そうするとやっぱり日本で作るより中国で作った方がクリーンな製品ができてしまうと、うん、これ大丈夫かなってすごく不安ですよね、まあ、まあもちろん国の体制とかいろいろあるのでやっぱり日本がいいって思っていただける、はい、<laughs> あの企業もあるとは思うんですが、まあ、自然エネルギーとか CO2 で見るとやっぱり日本で作った製品っていうのはちょっと CO2 たくさん出して作ってますねはい、そういうふうに思われちゃうことが心配です、ね、買ってもらえなくなるかもしれない日本がこう遅れを取っているというかこう少なめなの何か理由があるんですかやっぱり政策ですね政策が遅れているっていうことなのか、ねはいうん あのあんまり批判的になって <laughs> 申し訳ないですがあのまり積極的にはそ自然エネルギーそうですねやっぱり自然エネルギーは他のことにお金とかあの人のリソースがいっちゃってるんじゃないかなって思ってますだって自然エネルギーって高いと思ってませんでした、うん、そんなねそういうイメージありますよね、はい、なんかそういうこう たぶん10年ぐらいのこの常識で政策ができちゃってるので、まあ、高い10年前の昔の常識でできてそれでも発生できるのか <laughs> 原発事故以来徐々に増えてきてはいるけど果たしてここにいけるのでしょうかとう、ね、残り、えー、2000あと6年5年ちょっとよく聞くのがですね、はい、変動して不安定だと。うんうんうん す自然はねあのなかなか言うことを聞いてくれな、はいあの夜は発電しない時あと天気予報も当たらないとかねあ,のありますけど、はい、変動はするけど予測がでできるとということですね、うん、で例えばあの、まあ、AI も含めてさまざまな情報技術が発展してきて予測技術ってものすごいあのどんどん進化していてで、まあ、なんで予測ができると。 で、あともう一個大きいのが、あの、蓄電池価格がものすごい下がってきて、太陽光を入れて夜使えるんですよ。太陽光だって夜使える。だって貯めればいいからっていう、そういう時代になってきたと。